みなさんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ドキッとしました。もうしてないよ。ギーコちゃんです。そしてアシスタントのシモピーです。ちょっと待って、また挨拶いいし、あったじいいし、あ、いいしとも、シモピーですね。はい、なんでテンション上がってるんですか。いやもう、ね、アバロンか、いきますよ。うまいね。なんでいいよね。あれ覚えたこれ、うん、これはね、頭で覚えずに体で覚えるタイプだからね。気持ち悪いお、入ったのかな。お、うまいね。入ったっしょ。うまいよ、入ったっしょ。それ気持ちいいね、やっぱ。これ入るんだ、これ入るんだ。追い出さなきゃ。うめえな。入るギリギリ入って、今ゲージ見せた。あ、ゲージないか。ゲージない。ティーダーね。ティーダーの次が、あー、あれか、冬か。うん、うん、倒す順番さ、おっと、あ、マジックシーですね、動きが。追い出されちゃう。これ追い出されちゃう。うん、うん、そこは入れないですよ、俺が。でも、アンデルセンの位置が結構神ってるかな。うん、うん、もうちょい右に行ったら削れそう。はいはいはい、お、ちゃんと座高処理してる。こういうとこ、意識がね、意識高い系男子ですね、そこ。出てないですね。でも倒せそうだよ、ボス。おい、うん、うーん、ああ、下に戻ってきたんですね。まあこれ次のターンか。そう、次のターンボス寝ましたね。ボスが寝ましたね。そんなことある。ちょっと俺が舐められてんじゃない。ねえ、こんなやつ起きてる必要ないわっつって。怖っ。私何もしないって性格悪かったの。あ、でも一人しか当たんないから神。うーん、まあでもやり方は任せますんで。ほうほうほう。おっと、なんだこの奇跡は。さあ次のターンがちょっと危ないですね。運転より違う、危ない、ここにね。うん、そして、あ、違ったっけ、左下が。だからうん、あとはボスはボギルアップしてるのにボスを狙っていく。ああ、あったっすよね。じゃボスの防御力アップ忘れちゃいけないですよね。え、そこでちょっと見てないと。そう、あるんで。ああ、あー、微妙にモンタマが。モンタマじゃねえよこれ。あ、そうか、ネオ X でしたね。生すぎる。こんなやつはネオ X でした、マジで。ラスボスで、ラスボスやね。おーし、あとはまずゲージをミス。これ大丈夫か。これはちょっとゲージ危ないですよ、これ。うん、ちょっとね。これは上のゲージを見て打ってください。落ち着いてください。結構ね、曲がりそうでね、ほんとね、私に対してもね、喋れなくなっちゃったですね、緊張して。なんだよ、それ。曲がりそうなんでね。シモピーはさ、ってなっちゃうんですね。ちょっと言うとね。それあれですか。今、まさにそうなってる状態の、多分アバロンに操作せられてるんだろうね。さっきまでこんな人でしょ。そうそうそう。そうなんだよ。さあ、まあでもなんかね、まあなんとなく、まあ、いけそうな気もする。でもやばいよ、そろそろ。この次のターンでだいぶダメージ食らいますからね。でしょ。もう左下に2ターンなんでね、ボス。あ、そっか、貫通になるのか、これ面白い。行ってけ。これなんだ、ブリッツボール。ブリッツボール、おー、強え。そんな強えの、ブリッツボール。動くなんか、ああ誰もいねえそこ。最初に当たった敵に行くってやつだ。そう、ジェクトもそうだっけ、あれ違うか。ジェクトのあれはちょっと俺もね、分かんない、忘れちゃったな、うん、くっせえぞアーロンって。なんでさ、ジェクトってさ、そのセーフなんだよ。おっと、ボールに当たるかな。多少しまった。さあ、まあ、直ちにピンチになる事態ではないか、うん、これは、あー、どうしようかな。うんうんうん、悪くはないと。え、どこ行った。あー、そっか、どこ行ったら見なかったか。ちょっと危ないんだよね、うん、横のレーザーが危なかった。さあ、どこを狙っていくのか。シンピル選手、あ、取れた。
うん、でかいね、それが取れたのは。とりあえずさあ、どうすんこれ。で、ここが、うん、あー、こっちか。おー、キーハート、これはでかい。えって言わせられないよ、さっきちょっとジョーカーは言ってください。あっ、もす、あー、おー、なんで溶けたのね、溶け方がおかしい。これいけるかもしれないね。で、上でしょ、どうしようかな。ウンディーネは合ってない。これウンディーネを連れてきてる意味はね、前も教えたんですけど、ウンディーネに当てるためについてきてるね、この極太レザーでしょ。そう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 、これが一番強いんだよ。以前ね、自分のさ、そう、マグメル、はい、マグメルの時の、うん、マナを連れてったのに、マナを活用しないってあったじゃん。そう。あの状態に違いですね。そうですね。そう、まあでも勝てればいいんだから。そう、シモキ今ね、生唾飲み込んだ。シモキ今危ない、これ緊張してる今。シモピが生唾飲み込んだらもう危ないってなんだよ。そう、緊張するとみんな人は生唾飲み込んで。さあ、勝てるのか。結構普通にね、皆さんすごいっすよ。あとは、うん、うん。さあ、最後はね、ちょっとこれ大変なんですよ、いろいろ。あ、でもこれはいい位置かな。うん、あー、これしきれない、角度つけすぎましたね。あ、さあ、大ダメージを食らってしまった。HP を回復できるのか。多少はね。多少か。うん。2、3万かな。うん。おっと。おっと。謎に入ってる。でも今のね、右の弾はね、狙ったんだ。いけるか。うまい。それはうまい。でもここで。おっと、生きてる。ギリギリ生きてやがる。しかし次、右下のやつがね、右下と下のやつが攻撃してくるんでね、これで倒せるのか。え、じゃーん。あ、攻撃してもらった。よかった、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 ご情報だったから。これが、うん、ランダ系か。うーん、ということは、はい、まあいいや、こう上がってってハーフ取りながらレーザー取って、うん、こうジューンダーン。はい、まったかよ。あ、そうなんですよ、カメラの前まだそんなにね、言うて慣れてないですからね、まだね、1ヶ月ちょっとしか、1ヶ月半ぐらいか。そう、だからまだね、まだカメラの前の初心者さんっていう形になるんですよ。そう、そうなってるんですよね。で、普通になってたんで、そう、まあ許してやってください。お許しをください。はい、はい、ということで、昨日、はい、しかも全部爆死した水の湯になったじゃないですか。そうです、とんでもねえな、本当に。シモピーの引きは、うん、ちょっと最初の方は調子良かったのに、最近どうなってんだ。多分あれ、昨日のはさ、うん、キコちゃんのにさ、俺吸われたんだよ。あ、かもしんない、そういうコメント多かったですね。うん、あった。あ、でもそういうのはないんでね、こういう確率は一定なんだよ。まあ、ドライなんだ。ドライドライモン、アンアンアン、とても大好き。いいっすよ、やりましょう。はい、また下ネタ言うのかなと思ってさ。いや、考えたんだけどダメだった。考えたけどダメだった。あ、どこでピュー入れようかなみたいな。じゃあ行きますよ。はい、昨日、このピックアップがこの3体ですね。うん、で、アマピーとラミピーとオダピー、うん、とシモピー。昨日はね、オダピー出なかったよね。オダピー出なかった、俺がね、キコちゃんね。いや、まあ俺のことはいいんですよ、俺も全部持ってるんでね。だからもう、オダピーも運極なんだよ。さあ、ヒゲピー、うん、トゲピーみたいな、いいんやそれ。じゃあ行きますよ、うん、ピッピッ。滑りがね、良くないね。滑りが良くない。何滑りが良くない。この端末のね。あ、そういうことあるんだ、うん。こっちから見ると画面が割れてるから若干、そう、ビートロがぐちゃぐちゃなんで、ちょっとね、今日の30連は、なんか出そう。うん、マジ。はぁ、梅干しみたいでしょ。梅干し、うん、男梅って感じですね。
はい、霜ひげ梅。じゃあとね、でももうね、昨日40連やっちゃって、うん、爆死したんで、うん、もう今日はもう30連で。そうね、うん、別にあんま減ってないじゃない。だから変にね、変にね、欲が出てたからね。そうだね。いきまーす。そう、目つぶってもらって、うん、目をつぶってもらって、そうすると、この目がいけないんだよ、いやらしい目つきで見るから皆さんいるよ。そうすると、目をつぶればなんと、ほら、待ってくださいね、まだです、うん、あー、はいはいはい、なるほどね、はいはい、あった？オープンユアアイス。周遊。あ、持ってない持ってない。あ、待って、これアバロンじゃん。ん？アバロンだ、これこのキャラ。まあでも十分、まあアバロンもっと強いの使ったんだけどね。もう使った使った。そう、ちょっと見ていいですか。周遊さん、三国志ですね。あー、ね、うん、結構なんかゲームとかのイメージだけどさ、こう赤色ってイメージがある、うん、まあ周遊のイメージ、ね、赤のイメージが強いですね、うん、あるね。結構みんな水属性ってイメージよりも火属性のイメージが強い、うん、ある、うん、確かに。というのも国的には周遊は5かな。5だよね、確かね、孫権のとこだから。そう、なんかどっちかというと赤のイメージが強いね。まあもうなんかもともとね、5自体ね、うん、赤っていうイメージがあるから。そうそうそう、青ってあんまいないよね。義五色、義が、青、五が赤、色が緑、色が緑、うん、っていうイメージある、うん、劉備とかもそういうイメージがある、うん、そう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 、はい、ということで、はい、これ20連目これ20連目でしたね。あと10連か。あと10連またちょっと顔隠した方がいいかな。かもしんない、うん、目つきがさ、いやらしいんだ。いやらし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 い。もう痴漢にしか見えない。そやめなさいよ。それヒドラもね、もうびっくりしちゃうよ。もう犯罪者の飯だよね。犯罪者だよ。さあ、見なければクローズユアアイズ、見なければ出てきてくるから。